だからさ、うん、明かりとかって持ってきたっけ？持ってきた。あ、よかった。明かり関係、ライトってことやろ。あ、そうそうそう、うん、今日は伝えたいがおらんけ、私が行ってこよう。今日はなんか遊びよね、みんな。ねえ、ボクちゃんも？ボクちゃんもなんか遊びに行ったよ。今回はですね、こたつをそのまま持ってきました。こたつ布団に関してはですね、980円で売られてたので、もう掛け布団を敷布団に使ってみようかなと思います。2つで1980円だったらね、結構いい買い物じゃないかなと思います。で、こちらはですね、まあちょっとテーブルというか棚を置いたりとか、してみました。まあ、ここに関しては、まあくつろぎスペースなので、まあ夜もね、風をしのげて結構暖かく過ごせるんじゃないかなと思ってます。で、この奥にね、電源があります。こういったね、こたつキャンプっていうのは大体こたつの中に湯たんぽを入れたりとか、電源をつけずに使うという人が多いと思うんですが、今回はですね、ガチで、電源をつけてこたつを使いたいなと思ってます。ただね、6時間ぐらいしか持たないはずなので、夜7時ぐらいからかな、7時ぐらいから、まあ、使うという感じにしたいなと思います。まあ、子供たちがね、寝るまで使えればいいかなという感じです。そしてですね、我が家の家族キャンプでは恒例となっております、お刺身。お刺身はね、お正月価格になってました。まあしょうがないですね、この辺はね。父ちゃんとママ、手伝ってくれたらさ、公園のところに来て。はい。あのね、鬼ごっこしたね。ねえ、大きなお兄ちゃんおったね。何年生なんかね。6年生。6年生か。背が高いわけだ。さっき聞いたんよ。しっかりしてるね。今ね、12歳だそうじゃん。え？ 12 歳だそうよって。12歳だそう。なんか聞いたんよ。そうな。でもいつもみたいに狭くないね。めっちゃ広いね、うん、これが一番正解なんじゃない？ここも遊ぶためだけのあれにしてから。あ、寝床は別でね。ねえ、でこの下のシートがこれぐらいの大きさのやつが1個だけのやつがあったらいいね。丸丸。うん、そうだね。なんかやっぱ全然あったかいな、普通に。なんか電源入ってなくても普通にあったかいね。まあ、風はすごいね、やっぱ風通しはあるけど、このスタイルだったら冬って全然いけそうじゃない？ただ あの雪が降ったらね、さすがに。何やっと、何やっと、ちょっとハムハムハーじゃなかったっ、半分よ。ハムカメハメハメカムカムハカメカムカメハムカメハメハーや。カメハメハー。あとね、カメハムハー。カメハメハー。カメハメハー。カメハメハー。カメハムハー。カメハメ。こっちょこっちょいなんだから、そうだったら。あ、なんちゃも母ちゃもが作ったやつ貸して。もんちゃん、母ちゃんのもんちゃん、母ちゃんね、母ちゃんのものじゃけん、ママのもの。どうしよう、大丈夫でしょ。あれのもの、俺のもの、俺のもの、お前のものも俺のものだ。はい、オピネルこれやろう。うん、母ちゃん、でも、私オピネル入れちゃっていい？うん、で、チルナイフを誰か、切っていい？プリーズして。斜めでチル、斜めに、うん、こうやって、あ、そうやって切ろうか。ネギ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 あ、フィリア、フィリア。たこ焼きの出番がしとらん。そうよ。なんで、なんでたこ焼きの出番がしとらん。なんで、そんなの聞いてない。聞いたことがない。次はキャラメルちゃんの出番です。あ、隠れた。やだ。次はミニーちゃんの出番です。1号4号くん、バクです。1号4号くん、ミートミナーはないの？バクです。ミートミナーはないよ。いないよ。だって僕4号くんと1号くん絶対来ないといけないからね。ね、1号4号くん、ミートミナーうるさいね。ミートミナーおらんよ。ミートミナーおらんよ。うるさいって言ったでしょうが。ミートミナーもおらんよ。夜のにいいにおしょらさん
ステーキ後で焼くんだよこれ。うん、先にすき焼き食べるんだよ。じゃあえ、でもお刺身あるよ。あ、お刺身ゆとちゃん、これ脱いでいい？いや寒くない？うん、脱ぎたい？じゃあ脱ぐ。ステーキもかいちゃんは食べたいんだろうね、すき焼きより。かいちゃん、すき焼きよりステーキの方がいい？うん、分かった。あ、ボスになっちゃう。あれ、串がないもんで串を忘れたな。ほんとできるよ、やってみようか。ほんと？うん、して。このアイアンクラフトのアイアンボールミニ。おー、やったー、かいちゃんね。じゃあ油熱出た。いやいや、ちょっとも入れていきまーす。これ、うわー、これ大丈夫？ありがとう。繰り返したら自分にやってるから。もう一回ひっくり返そう。あの、ちゃんと持てるんだったよ。手が冷たくて。そうだね、ちょっとやって。はい、みんなね、怖いでちゅ、怖いでちゅって。これぐらい焼いた方がいいからね。うん、あー、美味しそう。ほんまやね、すごいね、すごい煙。ちょっと火が通ってないところ。もんちゃん、ああ、パス持ってくるよ。持ってくるよ、今から。ケタリさん、いい匂いだけしてきますんで。気をつけてね。お肉できました。ジンちゃんまだ全然作ってない。ジンちゃん用のこれ、もんちゃんに。結構あれ時間かかる。よし。1時間ぐらい煮とかなきゃいけない。母ちゃん、上でこれ。これは絶対柔らかいよ。そうよね。うん。父ちゃん柔らかいやつにしたっけ。確かに高い。いいやつ選びました。1000円ぐらいするよこれ。いつもめっちゃ柔らかい。柔らかいと思う。ね、食べたい。はい。いいいいいい。じゃあ、いただきます。でも、ゼロ回。ね、できたよ。ご飯。食べたいな。あ、ご飯ね。じゃあ、食べる？これ。うん。あ、ご飯からは。確かに美味しいじゃん。やばでかい、確かに。うん。父ちゃんやっていい？割ってから。できるかな？自分もできる？ちょっと待って。やってみるね。うん、ちょっと待って。よし、オッケー。じゃあ好きなのを取って食べていいの？母ちゃん食べたい。おー、いいね。食べたい、母ちゃんも。卵つける？うん、おかずないじゃん、ほら。うん、あんまりないじゃん。あんまりないよ。おかずがないじゃんって。でも今日少々こぼそうがあるよね。980円のやつだけあんまりダメージ少ないよね。そうだね、うん、まあ、寒いぐらいで。はいちゃん、ね、ごめんよ。いいかな。あー、美味しい。父ちゃん、これをいただきますよ。これは美味しいね。うん、おいしい。やっぱすき焼きにして正解だったね、今日は。ね、これ肉お正月価格じゃなかったらもっと安いもんね。うん、めっちゃ美味しいこれ。ねえ、ねえ、おうどん父ちゃん大好きこれ。母ちゃんも大好き。母ちゃんも大好き。もんちゃまも。ねえ、もんちゃまも。ごめん、分かるのですかね。でもんちゃんもうホタテ全部食べてしまった。じゃあ父ちゃん全部食べちゃうの？ダメ。ホタテ全部食べてる、ほんと。あ、ほんまじゃ父ちゃんのは。全部食べたら父ちゃん大魔王だけ。じゃあね、父ちゃん適当取っていい？うん、めっちゃ取るよ。でも限界2回までね、1つに。あ、1つにつく、2つ。だってそしたら半分でき。待って、ってことはこれは4個と4個あるけ、4個取っていい。じゃあもうさ、違う、これとこれ同じだった。同じだったら4個取っていい。ズルしちゃいけんけ。うん、バレる。誰か取っとる。誰かみたいにホタテを全部食べたりせんけ、大丈夫？父ちゃんがズルしたと思ったんだよ。うん。父ちゃんもう大魔王じゃけかな。大魔王。何がおかしいの？え、なんか変なこと言うだけ。大魔王？うん。こたつの点々つけてほしいな。うん。もうちょっとしてから、もうちょっとしてからも寒いけど、多分。あんまり寒くないの。うん。あ、じゃあ生きる？
びっくりした。父ちゃん、これってさ、うん、タロコちゃんに食われてるって感じみたい。父ちゃん、俺とやる気ある？あるよ。このかな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 。今ないって言ってよ。ない。ほら。と俺とやる気ある？あるよ。ほら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 。うれ。父ちゃんトーストソースの方に向けてトースト。トースト？これ。トーストじゃない、ストーブね。ストーブのやつ、ストーム。ストーム？ストームってフォートナイトのストーム？ストームはフォートナイトだ。え、ストームってさ、うん、え、カーズのストーム？え？母ちゃんのこと大好きな人、はい。はい。外出ていい？父ちゃん。ダメだけどいい？いいよ。いいかも、どうよ。いいですよ。でも何もないの、外出ても。うん、いいよ。立ち見してくれて、一人で。いや、一人では無理だって。立ち見してくれて、よし、中に。でも、立ち見やるんだったら、マシュマロ買ってくればよかったね。買っとるんよ。あの、中にチョコレートが入ってるやつと、入ってないやつ。あ、なんか買っとった気がする、なんか。うん。うん。ベンチしてきたよ。ご飯中に下ネタやめなさい、カイさん。お父ちゃん、うん、もんちゃんがキモいって言ってきた。仲良くよ。母ちゃんのこと嫌いって、母ちゃんのこと嫌いないよ。そんなことない、大丈夫。よし、父ちゃん当てて。チョコじゃない味。君の光の歌は下にくっつけんよりね。母ちゃんが映して。いや、母ちゃんはいいの。母ちゃんはいいの。これ食べていい？これ。あ、焼けとる。あ、いいだ。はい。あの、違う味が。ファミマと違うよね。ファミリーマートの方が美味しい。まあ、そうかもしれん。うん。食べてないけど。2011年からだったら、9年。2011年ってもんちゃんが生まれた年じゃん。兄ちゃん詳しいんだけど。すごいね。でも一番昔の動画覚えてるってすごくない？一番最初の動画、うん、最初は何だったか覚えてるのかね。何だろう、粘土だったかい、ね、なんかお祭り屋さんでから。そう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 、なんか魚釣りのやつやろ。うん、お祭り、お祭りとかしたよね。うん、トンカちゃん、あの、四国しかおらんかったやろ。四国中国がおらんかった。なんか、エルモに食べられたトンカみたいなやつ。よくやられた。で、最初のキャンプ覚えてるよね。なんか幼稚園の運動会が終わった日に行ったよね。あ、今から行こうみたいな感じだったけど。一番最初のキャンプでから何してやったか覚えてる？それは覚えてない。何食べたか覚えてない？お刺身？あ、なんかエビフライ落ちたやつ。すごい。すごいな。いや、覚えとるね。なんかどうでもなんかエビフライ落ちたやつだから。3秒リュールでね、うん、食べたやつ。なんかお刺身落ちたやろ。なんか落ちとったね。あの、青いテント、このテントやろ。青いテント、あ、もうちょっと小さいテントか。もっとちっちゃいやつ。壊れたやつ。ワンタッチテント。そう、壊れたやつ。あの、なんか夜がめっちゃ風が強くてから壊れたやつ。雨漏りしたやつやろ。うん、いや、覚えてるな。雨降っとる、今。うちゃんは雪が降るかもね、今日ね。降らんかったらいいね。降らんかったらいいけど。外で遊びたい。外で雪だるま作りたい。いや、そしたら帰れるかいなってなるけどね。よく入れるよ。あのね、車ね、置いて行ってからまたキャンプ行くとき取りに行ったらいいだけやで。いや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 。父ちゃんってさ、うん、おしっこ番太郎って言うんやね。おしっこ番太郎って言うんやね。父ちゃんっておしっこ番太郎って言うんやね。すげえいやらしい顔して帰ってきてる。どうしたら、
だと楽しみ。うめえ。これかわいい。行ってみよう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 。うめえ。手出して。じゃあそれよかったね、サンタさんからもらえて。大活躍じゃん。写真撮ろうとして撮るのかもしれない。父ちゃん、火が消えていつだよ。おもちゃん、ちっちゃかったらいいよね。うん、こういう時はマスクやっとる気になるんじゃない。何がマスク外した方がいいんじゃない。目に入るよね。あ、煙がね。ネイルこうしとこ。見てる？うん。ねえ、賢いよ。雪がついてる。いいね、楽しいね。これで初めてじゃない？こんな夜ですよ。12時になりました。なんで12時になったの。明けましておめでとうございます。もべりをつくんよ。12時なんだよ。明けましておめでとうございます。なんで父ちゃん上なんか月みたいな分さ、上に上がってくってことでの。ああ、ゆりさんは上に上がっていけるの、どんどん。そうなん。2020年はありえんことがあったけえね。これぐらい普通かもね。2020年の出来事からしたら普通な気がする。12時になったら、あの船が笛を鳴らすんやって。去年もそうだった確か。コロナが早くなくなりますようにということで鐘を鳴らします。引っ張ってください。